出雲大社がありました。乗ってみましょう。それにしてもこれすごいよね。それでは出発しましょう。第4話、笠間稲荷でお稲荷さんを食べ、ついに大洗港へ到着。青空になりました。次は笠間稲荷神社へ向かいます。私の動画ではある意味おなじみですが、旅の安全祈願のため今回も乗ります。大鳥居が見えてきました。神社まではあと2キロくらいかな。郵便局で旅の資金を準備します。これで一安心。あ、ATM で貯金を下ろしただけですよ。ここを曲がれば到着します。笠間稲荷神社に到着。おなじみの笠間稲荷です。前々回こちらにお参りしたおかげで落とした財布が無事に戻りました。安全に旅ができますように。財布を落としませんように。これで安心ですね。狐みくじがありました。1つ300円です。右向き狐と左向き狐の売れ方に違いがあるのはなぜかな。仲見世通りを通ってみましょう。いろいろ売ってますね。狐みくじだ。あれ、神社では300円で買えるけど。見てるだけ。あ、あるあるよ。俺のやつ。
あの何かお探しでしょうか。見てるだけ。いやいやいや、店で調べて家で買う。見てるだけ。カタログショッピングの日線。門前町をぶらりと。気になるお店発見。こちらの角国屋さんに寄ってみましょう。こんにちは。蕎麦稲荷は一つだけしか残っていないとのことだったので、そばのとご飯のと一つずついただくことにしました。それから自家製梅ジュースも頼みました。こちらはご飯のお稲荷さん。こちらがそば稲荷。そば稲荷ももぐもぐ食べます。どちらも美味しかったです。暑かったので梅ジュースもさらに美味しく感じました。ごちそうさまでした。ゆうとくん大好きセット気になります。さあそろそろ先に進みましょうか。ストリートピアノに挑戦しました。帰ってから確認したら録音できていませんでした。途方法。ということで今度こそ大洗に向けて出発します。貴重ですね。で今日はね降らないと思ったら
途中でねちょっとザーザーじゃなかったんでね傘も着てないんですけど、ちょうど群馬県と栃木県の境あたりでポツポツやらせられちゃったんで、完全にね雨が降らないっていうのはもしかしたら一日もないかもしれないですね。栗ですね。あ、いっぱいついてる。あ、いっぱいくっついてる。イガ栗が。あ、いた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 。手がね、つるんですよ。ずっとスロットル拾ってると痛くなっちゃう。うん、いいね、栗林。栗畑という方が正しいかな。出てきましたね。フェリーには間に合いそうですね。相変わらず遅い道を行く。まっすぐオーライってやるからまっすぐ行きたいな。でも前回と同じ道になっちゃうから左行こうか。国道6号線に入りました。すぐに国道6号線とはお別れ。ルートを確認中。だなと思っていると、これ Google マップ名物細い道紹介。これさつまいもだな。さては、確実に近づいているとは思うのですが、まだ海の気配はありません。
この舗装は走りづらいぞ。田んぼか畑がずっと続きます。すごいすごい、なんだこれ。まさに田園風景。大洗町に入ります。鬼怒川にかかる橋を渡ります。あそこを越えれば海が近いはず。フェリーターミナルの案内が出てきた。誰か見てるな。前側の上で。ここでも二段階右折します。いよいよ大洗フェリーターミナルに到着いたしました。だいぶ日も傾きました。船が見えてきました。バイク結構多いですね。到着。疲れた。すぐに乗船手続きを済ませます。僕は遅い方だったみたいですね。まもなく移動が始まりました。私も後に続きます。こっからが長いんだよな。今日乗るサンフラワー富良野号です。といったところで時間になりました。今回はこの辺で終わります。